今日はとてもいい天気。海も穏やかで気持ちいいです。おやおや、トロはどうやらお眠のようです。気持ちよさそうにトロがお昼寝していると、どこからともなくきれいな音が聞こえてきました。
思い出が増えました。弾いてくれてありがとう。きっとウクレレさんはそう言ってくれたのです。そっと耳を澄ますとウクレレさんの歌が聞こえてくるような気がするのでした。続く。おや？駅前で誰かキョロキョロしてますね。犬さんの名前はピエール。一体ピエールは何をしているのでしょうか。
思い出が増えました。こうしてトロとピエールは出会い、そして友達になりました。ありがとうと言ってくれた子も、お空の上からトロたちを見てくれてるでしょう。またいつか会えるといいですね。続く。お昼のニュースの時間です。まずは昨日行われたレースのニュースです。チャンピオン候補のレーサーさんが大事故を起こしました。関係者によりますと、命に別状はありませんが、大変ショックを受けている模様です。もしかすると引退もあり得るのではと心配されています。
思い出が増えました。これが鈴木との出会いでした。友達のもとへ帰ることができた鈴木を見て、ほっとすると同時に、ちょっとだけ羨ましくなっちゃったトロなのでした。続く。